こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。スターフォースポケット始めていきましょう。いよいよ、型のマレー編も、最終章です。ブラックキャビア25戦無敗すごいな。10連でキャビアチケットが1枚もらえる。5枚で、この5枚が大変なんだよな、このゲーム。ごきげんよう。さ、いつも通り。私は喜多方くるみ、よろしくね。農園で収穫できるわよ。プレゼントが届いてるわよ。今510キロですね。さあ残り5周。前回残念ながら SWBC は及ばなかったです。一回取ってるんですけどね、なかなかうまくいかない。調子回復させましょう。仕上がりだわ。早く出したい。まだ調子回復しきれないのか。いい感じだわ。あー、まったけか。まあ回復させた方が良かったな。気合い入れていくわよ。状態が良くならない。虹ですよね。調子回復するんだけどな。普通にいい感じだわ。回復しきれないのか。さあ残り一周がほとんどない。しくじったかな。お、逆に調子落ちてるじゃん。やば。無理やりでも出さないといけないです。トリアマイル翌週ありますね。ちょっと馬体重のベスト馬体重がクエスト達成よ。無理やり良くした。ビクトリアマイル第一ルビー懐かしいな。誰に乗せよう。竹豊か。これで出走です。残り2周ってことはこれ出して WBC が限度か。まあ次のあの血もありますからね。あまり出しすぎると一番人気だわ。よくないらしい。グリグリ投票受付を開始。雪のサンライズ第一ルビー懐かしいな。4番人気がネーボ東証か。懐かしいな。トワルビーとか優勢フェアリーなんかもいるし、イクノディクタスもいるじゃん。受血イクノディクタス、鉄の女サッチャーじゃなくイクノディクタス。懐かしいな。エイシンリザード、競泳タップ、ヤグラステア、みんな懐かしい。さあ、ビクトリアマイル。
まあ、第一ルビー安田記念も取りましたからね。それをさておいて一番人気ってすごいですね。まあ、これはもう負けられません。と言いつつ、他を買うんですけどね。3,4,11 あたりを買っとこう。これ91年か。止めてください。レース観戦。ビクトリアマイルです。東京芝1600、晴れ、やや重。懐かしいジョッキーの名前がありますね。地元って滝豊かと、うしこみって言ったっけ、うしこみ先生。春の古馬女王決定戦、7と9番いよいよスタートです。スタートは鍵。あんまりいいスタートはなかったですね。いいスタートを切ったようでありますが、先頭に立つのは何か。10番ペリーバッグが上がってまいりました。ペリーバッグ思い切っていきますね。それから2番トーアルフィン、それから離されまして7番レインキャスター、そしてそのうちに3番第1ルフィン、その外に12番ヤブラステラ、内から1頭エンシブラード、そしてその後ろからユーセイフィアリー、その外9番カタロマレイクロディクタス、そのうちに8番グエモ東京、そしてシンガリから東映タップであります。タップはいつもの通り追い込み、馬場コンディションが何とも微妙です。4番雪のソンライズがレースを引っ張るようになりました。これを追って2番トーアルビーであります。春の府中で金馬の熱い戦い、いよいよここからが勝負です。先頭行く青い帽子は雪のソンライズ、渡野マレイは内の方から差を詰めてくる。ここから届くのかどうか。さあ先頭は雪のソンライズが今シンリーの4番雪のソンライズがまだ粘っている。何か突っ込んでくる。3番第1ルビーか、そのまま突っ込んでくるのは第1ルビー。第1ルビー2番手がまた飛んでいます。あと雪のソンライズ、そのから1頭渡野マレイ、1頭決まっている。1番チルってられないパーチヒロシ、譲れない武豊、非常に際どくなりました。次は見返してやりましょう。単勝は当たったんですけどね。1着2着9着3着4番以上のように確定しました。ジジーとして足しか使えなかったねっていうことで、終えた馬が戻ってきたわ。どのレースなの。平安とか都保持しかないね。一体こんなん言っても知らないし、消耗度があるんでやめましょう。 G1 では凱旋門賞で負けて、エリザベス女王杯で負けて以来か。キングジョージが負けてるな。高級松茸、いいね。もう少し重い方がいいんだけど。これで引退余儀なくされるってことかな。調教できんのかな。できません。クエスト達成よ。クエスト達成よ。入れていくわよ。はい、引退です。もちろん電動馬に登録。さあ29戦19勝、次はもう何勝ぐらいしたんだろう。10勝ぐらいしたんかな。 SWBC1 勝、 WBC が3勝ぐらいしてるんじゃないかな。
神話が11勝 WBC が4勝全部クラシック 2000m ですね、そして SWBC が1勝挙げました。勝率 65.52%、 連対図が 89.66% で、連を外したのが G1 何だったっけ、SWBC2 回のみですね。今まで一番優秀な馬じゃなかったでしょうか。何か用？血統がこの通りですね。さあもう次の世代、楽しみになりますね。スタート勝負根性瞬発力とも SS ですからね。芝は20丸でダートも苦じゃない、距離適線をぴったり、これ楽しみですね。次の世代がちょっと消耗度が気になりますけど、はい、この子供本当に楽しみにしたいと思います。はい、ではまた来週もお楽しみに。よろしければチャンネル登録高評価お願いします。ブログ、ツイッターやっております。説明欄にアドレス記載しますので、よろしければ見てください。この動画最後の20秒で関連動画、動画プレイリスト表示されます。お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。